唐突だけど将軍の子供っていいな。いや、唐突すぎてわけがわからん。ふと思ったのよ。徳川将軍の子供として生まれることこそが勝ち組だなって。だってお世継ぎとして大事に大事に育てられるし、何より超セレブリティな将来が約束されているわ。他に兄弟がいればお世継ぎになれるとは限らんぞ。それでもセレブ生活は間違いなしよ。私が将軍の子供として生まれたら毎日松坂牛食べてやるわ。江戸時代は仏教の教えのせいで肉料理なんざほぼ食べないぞ。将軍になったら推奨してやるわ。仏教潰してでも肉食い推奨するわ。というか肉はさておき将軍の子供として優雅に生きたいのよ私は。まるで子供の将軍のような発想だな。子供の将軍か。なら私が子供の将軍について解説してやろう。なんでや、お前がわけのわからんことをわめくからだ。関連して耳の穴掃除してよく聞け。理不尽すぎるわ。いまいち地味でパッとしない徳川将軍シリーズ輝かしき第4回目は7代目将軍、徳川家継を解説するぜ。なんか今まで見た肖像画と比べると随分と若い印象の人ね。近所にこんな顔した野球少年いるわ。霊夢よ、かなりいい目線だぞそれ。え、野球してたの？違うそっちじゃない。徳川家継は歴代徳川将軍史上、最年少で就任したんだ。最高齢で就任した父親と正反対だな。そうなの、肖像画のイメージからすると10代前半ぐらいかしら。4歳だ、え、父、家信の急死により徳川家継は4歳で将軍に就任した。しかもこれ数え年だからな。満年齢に直すと当時はまだ3歳だな。合格会は、元服前の幼い子が将軍就任という異例な状態だ。では改めて家継の出生から話すぞ。徳川家継、幼名、鍋松は1709年に四男として誕生。お母さんは側室、お清の方で遺骨調査によると小柄で鼻が高く目がパッチリした細面の美人だったそうだ。他にも5人の男女の兄弟がいたがいずれも夭折してしまった。だが鍋松は虚弱体質だ。病弱で幼すぎる鍋松を父、家信は次期将軍にすることに不安もあり遺言も残していたんだ。次期将軍は尾張4代目藩主の徳川義道にせよ。鍋松の処遇は義道に任せよ。もしくは鍋松を将軍にして、義道を鍋松の正室として政務を代行せよ。この負担を残したが荒井白石らにより実行されることはなかった。なんで遺言が無視したの？次期将軍が江戸城に入ると将軍本人だけでなく以前から仕えていた家臣たちも大勢やってくるんだ。これは荒井と真鍋も当事者として経験している。そうすると家臣と幕臣との間で争いが起こる可能性が出る。それが全国に影響し諸大名を巻き込んでの天下騒乱になりかねることを荒井が危惧したんだ。実際に強引な改革をする荒井を敵とする人間も多かったからな。こうしてまだ幼い鍋松が将軍として担ぎ上げられた。なんというか大人の事情に巻き込まれたのね。それにしても家信さんの遺言はすごいわね。親バカなら自分の子供を何が何でも将軍にするわよね。特に綱吉とかやりそうだわ。いきなり流れ玉食らわすんじゃない。まあ荒井の言い分もわかるがその遺言も見事にぶっちされたがな。こうして家信死後、引き続き荒井と真鍋は側近政治により政権を握る。こういうとまるで荒井たちが悪人のような印象を抱かせてしまうんだが、この二人の性格ってすごく真面目なの。そして主君思いの人たちなの。おそらくは自分を取り立ててくれた家信と目指した治世を最後までやり遂げたかったんだろうな。泣かせるわね。そして私が以前から言っている地味な将軍が地味な理由3つを覚えているか。ああ、専門家や日本史マニアから適当なこと抜かすな。と暴言吐かれること間違いなしのあの3つね。唐突だがこれに1つ付け加える。なんだって。そして4つ目がこれだ。将軍が政務を取れない状況か、政治に関わらない状況だった。最初から乗せておきなさいよ。後出しじゃんけんみたいですまんなんだぜ。私も勉強しながら動画作ってるからな。以前紹介した4代目の家綱さんにはこの4番目が付け加えられるな。そして家継は1と4が該当するな。あと若干ながらにも入っていると言ってもいいな。まあ3歳児に総理大臣やらせるようなものよね。というわけでここからは家継本人について解説するぜ。家継を表現するなら無垢で愛らしいショタッコだな。なんだその怪しげで微妙なワードは。いいから聞け。まだ幼い家継、当然大人が手助けする。真鍋秋草は父親代わりのごとく家継に仕える。儀式等の際は真鍋の膝にちょこんと乗せてあげなんとかこなす。あらかわいい。そして家継は真鍋秋草に大変懐いており真鍋のことを、エチ、と呼び慕っていた。エチ、とは真鍋の官職名、越前の神のことだ。真鍋もただ甘やかすだけではなく時に厳しく接していた。家継がわがままを言って周囲を困らせても、越前殿が参られますぞ、と言うとすぐにおとなしくなったそうだ。完全にお父さんじゃない？かわいいかわいい。そして真鍋が増上寺参拝で帰りが遅くなると将軍自ら外に出てお出迎え。真鍋の姿が見えると大変喜び抱きつくという大サービスだ。やだなにそのかわいいわんこ少年は、想像するだけでかわいすぎてもだえるわ。そんなかわいい家継だがかわいいだけじゃないぞ。将軍としての教育も受け利発で聞き分けが良いと荒井から評価される。徳川実機には、生来聡明にして、父家信に似て人事の心あり。
立ち居振る舞いも勘がなり、と書かれているほどだ。幼いながらも自身の立場を理解していたそうだ。また、人に何かをあげるのが好きなようで徳川御三家が来た時は花紙や巾着など与えていた。小さい子あるあるね。おもちゃとか人にあげるのよねー。見た目も美男美女の父母に似た聖カリリシ首少年で頭も良い。そんな将来有望な家継ぐに学べは懸命に仕えた。家の部に仕えていた頃も自分の屋敷には年に3回から5回程度しか帰宅せず、ほぼ家の部のそばに仕えていたのだが、家継ぐの時代には一度も帰らず常に将軍と一緒だった。だがこの行為が裏目に出ることになる。家継ぐのそばにいるため本来男子禁制の大奥に頻繁に出入りすることになる学。大奥でめっちゃくつろぐ様子に家継ぐが、秋草はまるで将軍のようだ、と叔母に言ったなどという逸話があるほどだ。家継ぐの母、月光院とのただならぬ関係疑惑や家継ぐの実の父親は学だというゴシップが噂される。そういう関係だったの？いや、これは荒井や学たちらを失脚させたい敵対勢力が流したが攻めただろうな。当時の大奥は正室、天英院派と将軍正母の側室、月光院派の二大勢力に分かれており、学たちは月光院の派閥だった。荒井たちは強引な改革でかなり敵作りまくっていたんだぜ。月光院と仲良いのは単純に身分が低い執事同士で気があっただけじゃないかと私は思っているぜ。そんな中1714年、江島、生島事件が起こる。ドラマや映画の題材にも取り上げられるから知っている人も多いと思うが、霊夢は知っているか？昔女優の仲間由紀恵さんが主役やってたわね。なんとなく情報としてなら知っているわ。確かすごいスキャンダルだったみたいね。知っているなら何よりだ。大雑把に説明すると、月光院の右腕で大奥を年寄りの江島という女性が歌舞伎役者の生島慎吾郎と密通していた疑惑で処分された大事件だ。この事件により1500人以上の関係者が処罰され、月光院の派閥はかなり力を削がれたんだ。先ほど言った地味な理由その2は、この江島生島事件の登場人物が該当する。さっき若干ながらと言っていたけど、理由は歴史に興味ない人にはこの事件自体全く知らない人も結構いるからな。他の時代のキャラが濃い人たちに比べると知名度はいまいち低いんだよな。映画とかだと天英院が黒幕とされるけど、実際はどうなの？確かに過去の大女優たちは悪女として演じているが、この人の性格上黒幕とは思えないんだよな。後世は月光院とも仲良くやってたみたいだし、どちらかといえば荒井たちと対立していた老中たちが黒幕だと私は思っているぜ。多くの風紀乱れ、金がかかりまくっていたし、財政面でもヤバかったからな。いずれこの事件の解説もしたいな。そんな大事件の翌年、家継ぐは婚約者ができる。相手は霊源上皇の娘、八園宮様。まだ子供なのに婚約者がいるのね。ちなみに相手は何歳かしら？2歳だ。あんだって、数えで2歳だからな。満年齢だと1歳と数ヶ月だな。幼い将軍に箔をつけるため史上初の皇女婚姻計画を荒井と学たちが決めたんだ。霊源上皇は天英院の父親、近衛元宏と代理の主導権争いして仲が悪かったんだ。天英院派の勢力を抑える意味もあったんだな。意外にも天英院は皇室から正室を迎えることには賛成だったみたいで、この降下計画にはノリノリで動いてくれたんだ。思いっきり政略結婚ね。1716年に結納が済まされるのだが、その2ヶ月後に悲劇が訪れる。なんと家継ぐが亡くなったのだ。なんですって？死因はおそらく急性肺炎による呼吸不全。月光院が家継ぐを無理に能楽干渉させたため風邪をひいたのが原因ではと言われてる。よって血筋が途絶え、次期将軍は徳川御三家から迎えられることとなる。かわいそうなのは婚約者の八園宮様だな。まだ1歳半で未亡人だ。幕府から再婚は許されず、生涯独身として過ごしたんだぜ。一方的に婚約されてダメになったからって一生結婚するなとかあんまりだわ。ひどいわ。幕府もさすがに罪悪感があるのか、八園宮様が亡くなるまで毎年500石が支払われたんだ。現代の金額に換算すると大体4000万円ぐらいかな。八園宮様は44歳まで生きたから、生涯でもらった金額は17億6000万円ぐらいかな。17億やるから一生結婚するなと言われたら、お前ならどうする？喜んで結婚しません。ちょろいな。こうして幼い将軍の一生が終わった。史料では享年8歳と表記されるが、亡くなった時の満年齢は6歳だ。歴代徳川将軍の中で最も若くして亡くなる。在位期間は3年と1ヶ月。父、家信の3年と5ヶ月よりも短く、歴代将軍の中で2番目に短い在位期間だった。なんというか、小さい子供が亡くなるのは過去の出来事でも辛いわね。もし無理に将軍に就任しなければ、もっと長生きできたのかもしれなかったわね。大人に振り回された子だったな。無事に成長していれば父に似た名君になっていたかもしれなかったな。本当に残念だぜ。そういえば家継ぐの身長だが135センチという超身説があるんだぜ。135センチ、6歳で、6歳や7歳児ってもっと小柄だった気がするけど、現代の日本人男児の平均身長でも120センチ以下だからな。現代だと9歳から10歳児の平均だな。だから家継ぐ巨人小説も唱えられているんだ。これって本当なの？何かの間違いじゃないの？
踏む。この135センチという数値がどこから出たかというと、歴代徳川将軍は亡くなった時点の身長と同じ高さの位牌が作られていたんだ。この位牌は愛知県岡崎市鴨田町にある大樹寺に安置されている。大樹寺は松平家の菩提寺なんだぜ。大樹寺にある家継の位牌の高さが135センチだったため、年齢の割に背が高かったと言われているんだ。だが一つ疑問があってな。疑問？同じく大樹寺に安置されている家の部の位牌の高さは156センチ。だが昭和33年の改装の際に行われた遺骨調査では家の部の身長は160センチということが分かった。高が4センチだがされど4センチだ。この4センチの誤差は何なのか疑問だぜ。死後硬直で正確に測れなかったとか、幼少に伏していたからよほど寝相が悪くなければ基本まっすぐ寝ていたと思うのだがな。もしや江戸間や行間の畳のように当時の岡崎市と江戸では物差しの長さが異なったのかと思ったが、調べるとなると時間が足りないので割愛するぜ。もう一つ考えられる可能性としては、あまりに小さすぎる位牌に胸を痛めた位牌職人が長さを森に持ったとかかしら。その可能性も考えられるな。家継くんは遺骨調査されなかったの？調査されたが、棺内に長年の雨水が入り込み保存状態が悪く、骨はほぼ残っていなかったんだ。かろうじて頭髪があったぐらいだ。だから正確な身長は不明なんだぜ。骨も残らないとか、不憫すぎるわ。ちなみに一番小さい位牌は綱吉の124センチな。え、随分と小さい。綱吉は低身長症が疑われるな。もしくは生類憐れみの霊に腹が立った人がわざと小さく申告したんじゃないかと疑うぐらい小さいな。最後までディスられる綱吉さん。綱吉をディスるつもりはないんだが、この人のエピソード出すと結果的にディスることになってしまうんだよな。ある意味いいキャラね。代わって家継ぐは話の内容や人物像が他の人に比べると少ない気がするわね。幼くして就任してわずか3年半で亡くなったからな。資料が他の将軍に比べて少ないから苦労したぜ。荒井白石の方が資料多いし、なので可愛いエピソード話すぜ。父、家信が亡くなった直後、家信の今に連れて行くと父親を思い出してしょんぼりとうなだれ元気がなくなるので、そこには連れて行かなくなった。また、城内の能舞台では、トトポム、トトポム、と家信が生前趣味で練習していた能の鼓の音を真似して懐かしんだ。あどけなくて可愛いだろう。可愛いけど同時に泣きたくなるわ。家継が亡くなり、暴れん坊将軍でもおなじみの紀州徳川吉宗が8代目将軍に選ばれる。それにより家信から家継まで続いた聖徳の地は終わりを迎え、新井と真鍋は失脚し政治の表舞台から消えた。暴れん坊なら私も知っているわ。白い馬に乗って悪人成敗するのよね。ドラマの話を史実と受け止めるのは愚かだぜ。さて、霊夢横供の将軍の話はどうだった？お前が将軍の子として生まれても周りに厳しくしつけられるだけだぜ。セレブの子供ならセレブ生活で気ままな暮らしができると思ったけど違うのね。特に荒井とかいう怖い顔したおっさんにしごかれそうだわ。いっそ本当にしごかれてその腐った根性直してほしいぜ。動画投稿が予想より大幅に遅れてしまい申し訳ありません。言い訳するのもなんですが、私生活にちょっと大きな変化がありました。更新ペースは落ちそうですが、作りたい動画はまだまだあるので引き続き見ていただけますと嬉しいです。そういえばなぜか十二国記解説の再生回数が伸びているのが謎です。同時に中途半端というご意見をいただいたので、また十二国記解説作るかもしれません。え、あれ続き作るの？マジで、時間があれば作ります。と言っても自己満足の動画です。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。